マフディ・モハメド・グライド、通称カダールは、ソマリアの政治家。2017年3月21日から2020年7月25日まで、ソマリアの副首相。その後、首相が失職したため、同年9月23日まで暫定首相を務めた。2009年、ソマリーランドの国家選挙委員会で、国際法の顧問を務めていた。2017年2月、 ファルマージョがソマリア大統領となった。2017年3月、ハ散サンアリカイレがファルマージョ大統領に指名され、議会で承認されてソマリア首相となった。カダールはカイレ首相から副首相に任じられた。2020年7月25日、連邦議会はカイレ首相を解任する決議を出した。7月26日、ファルマージョ大統領は新首相が、 議会に承認されるまでの暫定として、カダールを首相に任じた。これに対してカイレは、議会で首相解任と暫定首相任命は、ソマリア憲法の103条に違反するとの見解を述べている。9月23日に後継の首相が就任し、暫定首相の役割を終えた。ありがとうございます。